数学問題をコンピューターに解かせようという第2回をやりたいと思います。1番は第1回でやったので、2番の方へ行きたいと思います。2番の1つ目は、A を使って、ちょうどカレンダーのような感じになっている形の数字の列の計算をしようというものであります。A が多分一番左の上で、それに1を足したのがその右側、7を足したのが左の下、8を足したのが右の下という形で、対角の掛け算から対角の掛け算の引き算をしている計算をやっています。で、これは太いイコールですので、左辺と右辺が等しいということを表しています。別に何かを計算しようとしているわけではありません。で、この結果を計算したのがこちらになります。ちょっとまあ、入力の練習も兼ねてやってみたいと思います。ここで1ページ終わってしまったので、次のページ行きたいときにはどうすればいいかというと、まあ、エンターキーをどん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 やっていくと、次のページが始まります。そこで最初、これをちょっと打ってみます。A かける左括弧を打つと、もう自動的に右括弧も括弧閉じるまで書いてくれます。A プラス8。大切なのはここで右矢印を起用して、1個外へ出てマイナス。で、括弧して A プラス1。で、1個右矢印を押して、ここですけども、もう1回右矢印を押しちゃうと、まだ大丈夫ですね。もう1回押すと、外へ行ってしまいます。というので、まあ、本当はここが正しいんですけども、この1個手前の時でも、大丈夫です。で、かけると押して、括弧して、A プラス7であります。で、これは人間が書いているので、テストの問題の答えになるように書いているわけですけども、まあ、ここ A の事情と 8A、A の事情と 1A と 7A で 8A、1×7 で7というふうにそれぞれを展開しているわけでありますが、もしマスカードでやるとすると、ここで矢印をしてやると、まあ、同じことを書いてもらいますね。で、シンボリックにここにいっぱいなんか、キーワードというのがあります。というので、例えば今は、因数分解された形なんで、展開するというのをクリックしてやると、2乗の項と1乗の項が消えるので、最後の答えになると。いう形になります。もちろんこの計算はここでイコールとしてやれば A がまだ定義されていないので分かりませんというふうに言っています。したがってあくまでもこれであってかつ展開してやると簡単になるという形であります。次行きます。大文字の A を7倍の N マイナス1プラス3とすると。大文字の B を7倍の N マイナス1プラス4とすると。そうとそれは展開するとこの形になって A×B が1480になるときの N を求めようということになります。ちょっとこれもやってみます。大文字の A、コロンで点々イコール。これは A を定義するということで
です。7かける、括弧して、n マイナス1、右矢印1回もしくは2回押して、プラス3と。で、その次 b ですけども、これ似てるので、これをコントロール C して、マウスで選んでコントロール C、コントロール V と。そうすると、コピーペーストで簡単に B の方ができて、ここをプラス4にすればいいと。で、プラスのところをクリックして4と。してれば OK です。で、これまだ N が点にしてないので、赤いチェックマークがついています。ここでもし矢印キーでシンボリックに評価すると、これを展開した答えを書いてくれます。そして A と B かけた答えが1482になる N を求めてくださいと。ちょっとやってみますね。かける B が、ここで普通にキーボードからイコールとしても A がまだ決まってないので解けないよと言っています。A かける B とイコールで1482と。そして矢印とやると、まあそのまま書くだけです。でソルブとしてやると、ちょっとよくわからんよと。で、A について解いてくれてやると、まあ、二次方程式の形になるので、プラスの解とマイナスの解と両方出してくれます。この場合、N は自然数であるということとするならば、N がプラスですよと。そういう、どっちかの条件の答えが知りたいという場合には、このソルブというのの一番左端をクリックして、シフトキーを押しながらエンター。そうすると条件をどん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 、このこれでこれでというふうにキーワードを足せます。でキーワードとして、次の仮定のもとにと。でまあオールって書いてありますけども、まあ N しかないので N が大なり0と、こうやってやるとプラスの方の答えだけが出てきます。もしこれを小なりとしてやれば、マイナスの方の答えだけが出てきます。で、まあ今、n がプラスの時の答えが知りたいので、ここでやります。もし、変数がいっぱいあるときには、こうやってオールでやると、すべての変数がプラスの条件でと。ということで解いて、まあ工学の場合結構この条件をつけてやると問題が解けます。数学的には後で習いますけども、複素数といってプラスであろうがマイナスであろうが虚数であろうが、数の世界全体の中から答えを探そうとしています。次、7倍の n マイナス3かける7が861になる時の N を求めようという問題が、この2番の3番です。さて、括弧して、7かける N マイナス3で、かけることの7と。で、これが、左辺と右辺が等しいイコールで、861と。で、もちろん N について解くんですけども、
演算子のポジソルブってやってやると解いてくれます。ここにガンマして N に解いてくださいと書いても同じ答えになります。もう N しか未知数ないので解いてくれます。ところでこれとこれがさっきありましたけども、これは多分なくってももう定義は終わっとるので解いてくれますね。大丈夫と。ここで A と B にこういう赤いマークがないということは A が定義されている、 B が定義されているということになります。ただし N がまだ未定義なのでその N を解いていると、そんな感じです。その次3番ですけども、もうちょっとやりたいと思います。3番いってみましょうか。まあこうやって普通にスクロールしてワードで文章を書くのと一緒で、ただ数式を書くだけであります。3番は2次関数が y イコール ax の2乗の a が 0.35 ですよと。y.0.35 とかける x の山マークで2乗と。で、y が3500で、x-100 で70。これどういうことかというと、3500を過ぎたら、y イコール ax プラス b のような形ですよということだということで、で、等速度運動に移ったという形だと思いますので、これもまあ書いてみましょう。y コロン3500かけるカッコして x-100 秒後からは1秒間あたり70と、そうするとこれでそうやってやると、あ、ここプラスやったか。というふうに、計算ができます。x が100を超えてからは、x が1マスごとに70増えていって、x が100の時にちょうど3500でしたよといった形かと思います。これは何ですか。 70×3.6 が252、まあ列車のマスクなんかだったかな。鬼滅の刃の無限列車編に関係したような問題かなとちょっと思いました。2番です。この x が70で、二次方程式の形にどんどん加速していくんですけども、その加速していった時の x が70の時に1715ですよということだと思います。これはさっきの N は求めたんだけど、最初に X が分かっとるとは70と分かってますよと。で、その時にこの Y のやつをコントロール C して、これ持ってくるコントロール V と。そうしてやると、ここでイコールとしてやれば、ここをクリックしてイコールとしてやると、1.715×10 の3乗と。まあ、光学系なんで、なんとか ×10 の3乗という。10の3乗というのは、10×10×10。10を3回かけようという意味です。で、これちょっと見慣れんという人は、数式の初始設定というところで、10進数にしてくれと。
なると1715という成りた形に直してくれます。で、今度は X が216秒ですか。の時は100秒を超えておるので、こっちの式使うよということで、こいつをコントロール C してきて、ここへコントロール V します。そしてもう、ここに式があるので、自動的に計算してくれると。まあ、この矢印で評価していますけど、ここはもはやイコールでも多分、計算してくれます。イコールと矢印と何が違うかというと、矢印でやると数学的に正しい答え、イコールでやるとまあ電卓で計算したらこうなるよというそんなイメージです。10進数にしてやると1枚1620m というのが出てくると。で、420を70で割ると、まあ、6秒、7秒かかるとわかると。で、X が210として、y を計算してやると、この6秒手前ですね。216で、ネレシアの差があるので、6秒手前がトンネルに入った時と、コントロール C して、ここで V してやると、11200と。だからトンネルの入り口までが11200m で、トンネルの出口が11620。ちょっと問題忘れちゃったけど、まあそんなようなイメージかなと思います。ということで、11200-1715ってはこれか。1715は、こんなのですけども、まあ、鬱陶しいけど、こう出てくるので、数式の初式設定で十進数としてやると、これとこれとこれが答えのところに書く答えだと思います。4番はもはやマスカドを使うまでもなくって、45度だったかな。で、22.5 度で、90度から 22.5 度いくと 67.5 度で、BC の長さは4センチメートルで、2分の 2×4 は4。これは図形問題なので、まあちょっと、マスカド的にはやることはほとんどありません。以上で、図形問題解けていっても、なんというか、こうやって式が書けんことには、マスカド的には解きにくいという、これは人間にやるしかしかないかなと。いうふうに思います。はい、以上で終わりです。